研究授業があったんですけど、先生にみんな可愛いとか、予選会でも先生が何か演技をされたんですね、ビデオで出場されてロングシュートをやった時、子供たちの声はわー可愛いっていう声でしたよいやーすっごい先生だなと、もう経歴を聞いてね、国体のチームで全国で準優勝でしょ、そしてキャプテン、もう違いますよ、司令塔ですか、司令塔。うちのバスケ部の今顧問してある東先生はとっても美人さんで、私にとっても上の保養なんですけれども、優しい北川景子、可愛いし綺麗、バスケもすごいし、バスケット界で有名です。サバサバした、部活ではド S ド S 怖くはないけど目の奥が怖いはい、終了。